こんばんは。僕マックのチャンネルでございます。岡山から、先ほど、東京へ帰ってきたところでございます。岡山20時発ですかね。でもちょっと遅れたりして、9時、羽田でも9時、かれこれ9時20分とか、そのあたりですかね。なんかすごい風が吹いててね、着陸するときに、結構着陸する寸前くらい、相当ってのは結構揺れましたね。でもね、飛行機がね、結構大きい飛行機だったんで、なんか安心でございました。まあ2日間、リハーサルと本番と、この舞踊ですね、歌と踊り、まあね、こう歌に合わせて、歌のね、歌が言わんとしてることをこの踊りで表現するわけですよね。もう今日はね、結構ね、まあ12時半から終わったのが4時半ですけど、その後ね、なんだかんだあったりして。かれこれ6時くらいまではね、会場におりましたね。それから車で岡山空港まで結構遠いんだよね。田の島文化センターからかれこれ1時間ぐらいかかったかな。それでね、ずっと非常にこうよく構成ができててね、ね、1番終わるとうまく2番にこうつながるし、2番が終わると3番目につながるしね。結局ね、すごい多く出ましたよ。最後は50、フィナーレが53番だからね。まあでも、まさしもね、今日は要所要所で、非常にお客さんにいい印象を、受け取ってもらうことができました。やっぱりなんていうのかな、このずっとこうね、舞踊、歌と踊りの組み合わせですよね。で、よくね、これだけずっとまとまって、初めてね、こういうまとまって聞いてみましたのでね、それで気がついたことはね、このね、歌、例えばひばりさんの歌とかね、いろんな歌ってる人もいますよね。この歌に合わせて、まあ1人とか5人とか10人とか20人とかで踊るわけですよ。ほんでひばりさんの歌が非常に多いんだよね。それでね、もちろん他の方の歌もあるんだけれども、でもね、この歌によってね、踊りのこの舞踊の印象がね、全然違っちゃうんだよね。だからこの歌っていうのは、まあこのね、舞踊と一緒にね、こう見るとね、この逆にこの歌のすごさね、誰の歌がすごいかっていうのがよくわかるよね。まあダントツなのはひばりさんだね。ひばりさんの歌はすごいね。もう抜きん出てるね、この表現が。やっぱりね、そうするとね、ひばりさんの歌で合わせて踊るとね、踊りがね、すごい華やかでね、楽しくてね、深みがあってね、よく見えるんだよね。よくその踊ってる風に感じるんだよね。だから同じね、こうメンバーの方が他の曲でね、歌ったり、また違った出番で歌ったりするんだけど、やっぱりね、違った方の歌でね、そのすごい方たちが踊るんだけど、やっぱりね、なんていうのかな、深さ、奥行きだね。奥行きが違うんだよね。それとね、もうとにかくね、今日はだからね、総勢踊りの方が100、120、30人くらいはいましたよね。それでずっと私ね、初めてこういう舞踊をね、まとめてみたんだけどね、
まあ例えば20人くらいでこうね踊ってるわけですよね。そうするとね、20人の中でね、誰が一番すごいかっていうのはね、なんかわかるんだよね。だからこのね、踊ってる人がのすごさをね、見分けるっていうのは、この歌をね、作る時の感覚と非常に似てるね。でも多分多くの方はね、ほんまにわかんないと思うよ。大体同じじゃないのとかね。でもね、違うんですよ。いやー、これはだからね、私結構だからね、この舞踊好きになりましたよね。なんかね、踊ってる人のね、なんかこの人はすごいなとかね、この人はね、いいんだけども、ちょっとね、なんていうのかな、こう硬いとかね、奥行きがないとかね、なんか今ちょっとなんか、今ちょっとこうなんかこう文学的って言っちゃあれなんだけど、そういうこうね、こう微妙な色合いとヒント、奥行きっていうのかな、そういうのはね、やっぱり持ってる人は持ってんだよね。ただね、20人とか多く歌って同じね、この振りで踊ってるわけだからね、その中でね、こうそのね、やっぱりすごいなってこうパッとこう、なんていうのかな、こう分かる。これだからとってもね、なんか舞踊はなんか好きだな。やっぱり歌とね、この舞踊っていうのは本当に組み合わせがすごくいいね。だから馬刺しなんかもね、今日は19の春っていうね、田畑芳雄さんの名曲ですけど、あれをその中村拓哉君っていう、まだ若い、まだ二十歳前の彼すごいよ。で、彼の、ね、伴奏で、三線かな。で、歌って。で、馬刺しが歌いながら、あと、ね、舞踊の、女性の方が、一人、この歌に合わせて踊るわけですよ。だから、三線一つと、それから馬刺しの歌。で、馬刺しを歌ってね、程よくやっぱりね、やっぱりこの舞踊を踊る女性の方が一人いるわけだから、やっぱりその人にね、のその舞踊にある程度合わせていかないとね、良くないわけだから、これがまたね、絶妙なんだよね。それで着物着てあったんですよ、この19の春を。いやー、これ絶妙ですよ。なかなかね、うまく歌える方はいるけども、やっぱりその歌の情感だね。だからみんなお客さんはね、もうなんか口変える時にね、もうなんか「すごいわね、あの子は」と。でもね、私はそんな知られてないからね、多くの方がまだ初めてなんだけど、まあね、 CD も全部売れちゃったし、もうとっても、まあ武蔵にとってもいい、一つのイベントでございました。まあこういうイベントがちょこちょこあればいいなというふうに思ったりしております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。